アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。先週お送りいたしましたウクレレベースのソロ、メロディーソロですね。こちらの方割とおかげさまで、評判よく、いろんな方から、お話もいろいろといただくような感じになってまいりました。本日も一曲が新曲ですね。新しいのを持ってきてますのでお楽しみにしといていただくとしまして、このウクレレベースソロなんですけど、どんどんと広げていきたいなというふうに BJ は考えておりまして、 BJ のウクレレ練習会、ウクレレベース練習会、オンラインのウクレレワークショップ、こちらはウクレレソロには特化してないんですね。通常の曲のバックで弾くベース、そちらの練習会なんですけども、そのうちウクレレソロに特化した練習会もやってみたいななんて思ってます。ということで今夜もネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。久しぶりにですね、マルシンハンバーグを食べました。マルシンハンバーグっていうのはもう昔から売ってるやつ、もう50何年発売されてから経ってるみたいなんですけども、この何とも言えない昭和らしいパッケージ、白っぽいこうなんていうんですかね、安そうな感じというと語弊がありますが、このパッケージに入ったマルシンハンバーグ、いろんなスーパーに行くと大体置いてるっていうぐらい、根強いファンの方がいらっしゃるんでしょうかね。久しぶりに見つけたので買ってみました。最近は3個パック、まあ3つのこのマルシンハンバーグをテープで留めてるだけのような感じなんですけども、その3つ入りのやつを買ってきてですね、フライパンに、これ油を引かなくていいんですよね。牛脂的なものがこのハンバーグの周りについてありまして、そのままフライパンの上に乗せて火をかける、それだけで美味しいハンバーグが焼けるということなんですね。で、食べてみますと、昔懐かしい味といっても、まあ実家では食べたことがない気がするんですよね。一人暮らしを始めて、その頃によく買って食べてた気がするんです。はい、で、なんか懐かしい味でですね、で、目玉焼きハンバーグにしようということで、まあ、そのフライパンに同時に卵も落としてですね、ちょいちょいと焼いて食べる、これだけで非常に美味しいおかずになります。はい、皆さんもやっていただければと思います。まあ、いろんなレシピもあるみたいですよね。パンに挟んで、チーズをかけて、まあ、チーズハンバーグみたいな感じで食べる、ハンバーガーみたいな感じですか、そういう風に食べたりとかですね、いろんな食べ方があるみたいです。それにもちょこちょこと挑戦していきたいなという風に思ってます。はい、それではですね、本日一曲聴いていただきたいと思います。一曲目はですね、先週もお送りいたしましたウクレレベースソロで、今のところこれが一番ベースらしい良さが出てるんじゃないかなと BJ の中では、個人的に思ってる曲です。隣のトトロ、この中に入っております散歩という曲です。これからまず聴いていただきたいと思います。この曲はですね、ウクレレソロでも実は、だいぶ前ですけどやってるんですよね。はい。でも、実践的にはウクレレベースがぴったり合ってるんじゃないかなと思います。聴いてください。散歩。
が咲FM。ウクレレベースのピックアップのお話なんですけども、こういう風にウクレレベースソロにする場合に、まあ、マイクで撮るとどうしてもベースっていうのは低音成分が多いですので、コンデンサーマイクでもなかなか拾いづらいのがありまして、本体についてあるピックアップ、そちらからラインと言いまして、こう電気制御されてプリアンプで増幅されたものをラインで出て、そこから、レコーディングするという風な形を取ってるんですけども、このピックアップがですね、どうも、カラーの U ベースでいうところの上位機種、上位機種についてありますシャドウというドイツのメーカーのピックアップなんですけど、これがですね、音の分離がすごくいいんですね。で、同じカラーの U ベースでも、こう割と、一般機種のお安い価格帯の U ベースの方についてますピックアップ、これ3バンド、お安い方の価格帯の方は3バンドイコライザーもついて、結構いい感じの見た目のピックアップなんですけど、プリアンプとピックアップなんですけど、こちらはですね、音の分離があまりレコーディングをすると良くないんですよね。普通にアンプから出してみんなで演奏するっていう風な使い方にはこのピックアップでも全然 OK なんですけども、いざこのウクレレベースソロをやるときに低音とメロディーと同時に一緒にパンと2本の弦を弾いた時の音の分離が、どうしてもこのシャドウのピックアップがいいんですよね。で、シャドウのピックアップついてない U ベースが1本ありますので、それをシャドウのピックアップに交換しようと思って、販売されてないのか調べたんですけども、なかなか国内にはなく、ドイツの、これもまたあのワーウィックというウクレレではなくて、あの普通のエレキベースですね、そちらのメーカーがあるんですけど、このワーウィックのところにカラーの U ベース用の、予備のパーツということで販売されてました。で、ユーロで、送料も入れてピックアップだけで12,000〜13,000円、プリアンプを注文するとプリアンプだけでも20,000円弱ぐらいする。高いですね。FM。 はい、聞いていただきました。そのシャドウのピックアップ、それからプリアンプを通った音で、この、聞いていただきましたハワイアロハなんですけども、まあ高いだけのことはあるのかなというところですね。もし日本でですね、取り扱ってるお店とか、何か情報がありましたら BJ の方までぜひお知らせいただきたいと思います。このピックアップとプリアンプどうにか入手したいんですけど、両方合わせて30,000円ぐらいになりますと、まあ、つけたいのはカラーのバンブーベース、こちらに取り付けたいんですけど、このバンブーベース自体が購入価格が30,000円ちょいぐらいなので、それに30,000円弱のピックアップをつけるとなると、ちょっとなというところも
ありますよね、はい、レコーディングに使わなければ普通にライブで使う分にはそのピックアップ全然 OK なんですよ。ただその細かいところまで取り込もうとするとなかなか難しいねということですね。はい、ということで、本日3曲目は久しぶりのウクレレソロ、これをお送りしたいと思います。はい、これ7月の練習会の課題曲になると思います。聴いてください。見上げてごらん、夜の星を。はい、ありがとうございました。アコシミンネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ウクレレソロ、これちなみにソプラノウクレレで弾いてるんですよ。はい、ウクレレベースは大きさはバリトンウクレレサイズなんです。それと比べたらかなり小さいソプラノウクレレでやってしまうというところなんですけど、ウクレレ最近あの BJ はソプラノウクレレがメインで、歌物も、まあソロを弾いたりするのも大体ソプラノウクレレでやってるんですね。最近の流行りなんですけど、自分の中でですよ。はい、まあ、ソプラノウクレレでソロ、これっていうのもあの楽しいんですので、皆さんぜひやっていただければと思います。ただあのテナーウクレレで弾いた方が実はもっと弾きやすい、特に BJ は指が太いですからね。そういうのもありますので、いろいろ、試しに皆さんいろんなウクレレも弾いていただくとより楽しいんではないかなというところで、今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM、